日本におけるバレンタインデー、そして本日はそのお返しの日。返礼を重視するのはどこの国の文化でも同じですが、記念日に制定されると居まいを正したくなりますね。私からあなたへ心よりの贈り物を。勇気であり、博愛であり、忠誠であるものを。どうかあなたの行く道に光がありますように。ようこそ、いらっしゃいませ。さて、何がお望みでしょうか？救済とか？そして、最後の予告状となります。ここまで付き合っていただいて、ありがとうございます。結局盗めたものはなかった、ですか？いえいえ、とんでもない。あなたの貴重な時間を私のために使っていただきましたから。つまりはあなたの時間、それが私の盗んだものですよ。した。